どうも、哲学とです。今回は輝き、レイディアンスというルーンワードをご紹介していきたいと思います。このルーンワードなんですけど、サンソケットのね、ヘルム、兜で発動可能なルーンワードで、まあね、もともとドルイドとかね、バーバリアンなんかの、もともとスキルがついてる、ソケットアイテムなんかにつけるといいかなと思います。あくまでもね、これプラス3スキルとかこういうねドルイド専用のものじゃなくドルイドとかバーバリアン専用のものでなくてもね発動できるんで、ちょっと試してみてほしいなと思います。で、使うルーンの方が、ネフルーン、ソルルーン、イスルーンの3つになります。じゃあ早速発動させてみたいと思います。トーテミックマスクで、ネフルーンですね。まずソルルーン、イスルーンで、これで今輝きが発動している状態ですね。で、もともとついていた、スキル向上3がついた状態で、まあ防御力を強化 175% がついていて、軍拡攻撃に対する防御力、プラス30、生命力プラス10、エナジープラス10、マナ30、プラス33と、ついてるので、結構ですね、エナジーとかマナーが、まあ、不足しがちなね、キャラクターなんかは、このルーンワードいいんじゃないかなと思います。で、下のですね、ダメージを軽減7と、あと、魔法ダメージを軽減3の部分なんですけど、結構ね、この部分の効果も大きくて、ダメージを軽減と、魔法ダメージ軽減50ずつまでマックスで盛れるんですけども、ここが持ってあると、まあ、耐性をしっかりと75まで持った状態で、さらにダメージを減らしたいっていう時に、このダメージを軽減と魔法ダメージ軽減っていうのが効いてきて、ここ50までね、振っておくと、ベースのダメージがね、減っていきますので、まあ、これがついてるっていうのも結構これはありがたいかなと思います。で、受けたダメージを 15% マナに変換がついてると。で、明かりの範囲プラス5がついてる。まあ、そのルーンワードの名前の通り、このね、まあ、明かりの範囲プラス5、まあ結構暗いダンジョンとか苦手だよっていう人はもしかするとね、いいかもしれないなと思います。じゃあつけてみましょうかね。で、まあかなりね、暗いとこでもこう明るくなるよっていうのももちろんなんですけど、まあさっき言ったね、ダメージ軽減効果は結構大きいので、いいかなと思います。で、まあ対抗、これ、レベル27でね、装備可能になるルーンワードなんですけど、まあ、それ以外にね、兜用のルーンワードっていうことで言うと、2ソケットでね、発動できるロア、なんかが、伝承なんかがね、スキルプラス1がついてていいし、まあ、3ソケットあるんだったら、デリリウムっていうね、スキルプラス2の、ルーンワードもあるんですけど、まあ、デリリウムね、実際私も、すでに解説動画上げさせていただいてるんですけど、まああれ、意外とね、1% の確率で、デリリウム、つまり、骨ちびに変身してしまうと、1分間、骨ちびに変身してしまう代わりにスキルプラス2がついてるっていうルーンワードで、まあ結構ね、AI カーズの、まあコンフューズなんかがついてる関係もあって、まあバール戦でね、バグを起こしやすいとか、まあそういう問題もあってね、マルチだとちょっと使えないルーンワードなんですけども、まあ輝きに関してはね、スキルプラスがついてない分、比較的ダメージ軽減とか、あとね、マナーアップの、効果が大きいので、まあ、ノーマルの終盤からナイトメアにかけて、3ソケットで発動できるルーンワードとしては結構ね、いいんじゃないかなと思います。まあダメージ軽減、魔法ダメージ軽減が結構大きいので、まあ3ソケットの、兜が余っている方はね、ぜひちょっと試してみてほしいなと思います。今回も、動画を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。